おお、もうできましたか、渚君。どんな手を使っても殺すか。殺そうとしたことなんてないくせに。なんで渚なの？やります。押せば勝ちなんだ。だから僕は笑って通学路を歩くみたいに普通に。ここで初めて高岡先生は気づいた。そしてぎょっとし体勢を崩した。服を引っ張って転がし仕留めに行く。背後に回って確実に。命かけても構わないぜ。してやる。かばしてやる。よくもみんなを。なぎさくん。テラサか。いや、俺が見ても間違いなくまずい。ああ、今までのは序の口だぞ。一つ、武器を二本持っていること。よかった、全部揃ってる。実験台になってください。腕、最大に。接近するほど敵の意識はナイフに集まる。そのまま。その数瞬を逃さない。抜くが早いか。先に二度も。殺意を教わった。高岡先生、ありがとうございました。どいてみんな、僕がやる。実際怒ってる。僕が取るよ。僕を。渚は少し黙ってましょうね。怯えている。殺し屋、油断している。この才能のおかげで僕はここでみんなの役に立てている。東先生に紛れていたのか。普段できるやつなのに。無しておきたい。得体の知れない何かを持っていた。ねじ伏せてやる。方も対局にある殺し屋二人、どう決着に持っていくか。今だ。純粋暗殺者、ただひたむきに勝利につながる一撃を探し続ける。殺してみろよ、渚くん。俺が勝つ。これさえ防げば俺の勝ちだ。さっきとないか。同じように俺に敗北をちゃんと認めさせるために。落ちるな。ギブ、
降参。聞けって。射程外か。僕の刃は。お願い、みんな、僕にやらせて。さようなら、コロ先生。ナイフを差し出した。殺すか。ありふれた言葉だけど。